じゃあちょっとアイテム買いに行くか。何度やっても疲れるから。お、ハゲのおっちゃん。お久しぶりです。で、どこの先生のとこに入ったんだいと。このノリさんのとこなんだけど。ノリさん聞かない名前やな。横にいますけど。新人さんかい？まあね。私の希望通りだから、マジか。そういや、ホリーは新人さんとこ入りたいって言ってたもんね、と。そんな裏話があるんや。はい、こちら、こそってもんよ、と。どうするね。さあ、買いましょうか、ほんじゃ。ちょっと、何がある？餅？なんかちゃうな、やっぱワンの時と全然。なやこれ？ん？ツーはカビソウじゃなかった？夏って書いてなかったっけ？なんて読むこれ？冬味噌？これストレス取るやつか。んで？これ餅？なんか変なオイリーオイルやったっけ？ツーは。疲れてるモンスターもちょっとは元気になる。あー、なるほど。これが、ワンではこれが餅で回復させる感じか。ちょっと使いますかね。買います。いくつ？ 1 個。まあ、5個ぐらい買っとくか。ちょっとね、すんません。グダグダやけど。これも5個ぐらい買っとくか。どうせいるしね。ん？3個しか買えへん。ちょっとどういうことだ？はい。あ、3個しか買えへん。持たれへんのか、あんまり。 No また来てね、と。んじゃあちょっとアイテム使おう。どうやってアイテム使うんや。あー、使うか。よし、これもちちゃん食べて。ほんじゃあお、食べてる。はい、これでストレスは、じゃあ疲れはマシかな。んじゃあ畑仕事行ってらっしゃい。 OK。 いやー、ちょっとグダグダで申し訳ないっすね。よいしょ、丸人参ゲット、100ゴールドゲット。やったわ、元気やね。これじゃあ、何だっけ、ストレスも解消しとこうか。この冬味噌でいいのかな、読み方は。上げてストレス解消して、あの、オッケー。じゃ、日程、仕事、ライフも上がるかな。ちょっと待って、セーブだけしてもいいか。ちょっとセーブさせてください。このこまめなセーブが大事だからね、モンスターファームは。めんどくさいぐらい こまめにセーブすると。ライフ行くか。はい、おお、木こりや、木こり。おい、おあ、罰かい。 No、 まあまだね、最初は上がりにくい。でもピクシーは多分な、ピーク来るの早いと思うねんけどね。ちょっと戻ります。OK。 じゃあもう一回山仕事行ってきましょう。よし、成功してよ、お願いよ。おー、丸成功、イエーイ。ライフ5、結構上がんねん。元気みたい。どうしようか。ちょっと、ちょっとな、育成方法がわからんな。餅がめっちゃ効くやん。元気みたい。でもちょっと休養するか。 OK、 休養しよう。ちょっと休養しまして寝てる。野宿か。はい、餌。なんかね、ちょっと軽くさっき調べたら肉もどきのがいいみたいなんよね、やるんは。どうしよう、最初から肉やってへんかな。どうするか。ピカーン、光ってるかな。どうしようか。いやー、でもすぐ金欠なるよな。ちょっと魚で我慢して、ごめん。はい。で、仕事。あ、ちょっと待って、もういいか。仕事。ちょっとほんで、大きい仕事やめようかな。
どうしよっか。まあ、賢さいきます。もう一回。畑仕事いきます。ここはね、問題なく成功してくれるでしょう。OK、サンキュー。いいね。上がってる上がってる。元気だよ。セーブするよ。セーブすんね。はい。仕事。狩り。狩り行ってきて。命中あげよう。うお、鹿かな、これ。うわあ、逃げられてる怒られてたし。どんまいどんまい。まあでも戻ります。はい。じゃあもう一回。もう一回狩り行ってこい。お、いけたんちゃう？ん？おー、オッケー、成功。3。そんな上がらんのか。仕事。もう賢さいこうか。賢さと命中？あ、回避か。回避せなあかんやん。回避の練習せな。思い出した。オッケー。ああ、これ疲れてまうんか。ええー、ちょっとわからんな。餅のやるタイミングが。ちょっと戻ります。ちょっと餅やるか。ええー、ちょっと育成方法がわからん。2、こんなすぐ疲れたかな。軽量の練習やったら3つはいけたはずやねん、今日な。はい。はい、成功。3回目成功。素晴らしい。さあ、どれだけ使えてるか。お、いいね。回避6。賢さ4。回避レベルが上がりました。力レベルが下がっちゃった。問題なし。元気みたい。オッケー。じゃあ、アイテム。これ、休憩させた方がいいのか、ここで。うわ、わからんな。まあ、休憩。ちょっと休憩させてもらっていいっすかね。これでストレス解消さして、うわー、まあええか。あ、試しに練習させてみようか。どうしよう。まあちょっと試しに練習してみる。森仕事。なんや森仕事って。お、成功。おー、リンゴゲット。回避3上がった。魚食べていただいて。あー、でも結構遅いな。肉食うか。肉食え。あ、疲れてるわ。疲れてる、疲れてる。やっぱり疲れてるわ。じゃ戻ります。はい、戻ってきました。じゃあちょっと休憩さします。アイテムはやってか。ストレス解消してもらって。No. OK. じゃあ、休憩しましょう。はい。はい。で、6月1週目と。ちょっと肉食わすか。たまには肉やって。公式戦、出てみる？さすがに無理か？日程、修行、じゃあ、大会。これ出るか？公式戦いいぐらい。出れるんちゃう？じゃあ、それに合わせてやっていきますか。今、パラメータどうなってんねや。はいはい、ライフが156の、命中133。賢さ148の、回避150。ちょっと、どうしようか。回避。回避持ち上げたいね。頑張れ、成功させて。よっしゃー、ナイス。丸3上がったと。元気だよやから大丈夫ね。仕事行きましょう。賢さも上げようか。はい。人参ドーン。 OK、 丸、素晴らしい。4上がったと。
お金くれんのいいよね。賢さレベル上がりました。で休憩しようか。休憩させます。ストレスのやついるんかな。まあ、ええか。休憩させましょう。グースかグースか。いやーそうか、いろいろ悩みながらやるな。公式戦、まあほんま実際やったら俺なかなかね行かへんねんけど、すぐに公式戦はもう行っちゃいます。大会 E ランク、あ、抽選度まだ低いんや。でもバトルで意味不明な行動が多いかも。大丈夫でしょう。行きましょう。はい、 OK、 行くぞー。お待たせしました。ただいまより試合を開始いたします。オッケー、やったと。バールラさん、試合末蔵か。うわー知らんやつばっかやな。かっこいい。これライガーとのやつか。なるほど、なかなかのビジュアルやね。オッケー、どこを押すんだ。技を発動、ここか、左のとこか。オッケー、いけー、ファイト。ん？これどうやって近づくんだ。発動するか。ドーン !18。食らうな。よしよし。オッケー。これどうやって近づくんやったっけ。あ、これか。右移動、左移動あるな。吹き飛ばして、あ、やばいやばい。まずいまずい。ちょ、逃げて逃げて。左に行って、左に。ん？オッケーオッケーオッケー。カメラ移動。あー、撃たれた。うわ、やばい。ちょっとこっちも。オッケーオッケー。で、何やっとうか全然わからないな。テレポートは、なかなかやばいよ。あー、避けて。おー、避けた？カメラ撃て。よいしょ。いいんじゃないですか？避けろ。よっしゃー。いやー、やばい。避けろ、避けろ。ラッシュラッシュラッシュ来てる。ホキック11くらった。もうラッシュラッシュ。はい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 。あーやばい。あー危ねかった。下手くそやな俺。操作慣れてない、ごめんなさい。ウィンワン。オッケー。そうかそうか、なんか変な感じやな操作が。試合しましょう。ビューン。ビューン。ビューンはライガーか？お、あ、そうか。この左移動と右移動が。なるほど。はい。じゃあ2戦目やっていきまーす。ん？ 2 戦目。2戦目やっていきます。レディーファイト。オッケー。右に移動して、ちょっと雷。撃てー !16。お、避けた？ちょっと、ようわからんな、この。よいしょ。お、雷撃てー！オッケーオッケー。当たってるよ。あー、体当たり当たった。はい。ん？ちょっと待って、よいしょ。引っかき。逃げろ逃げろ逃げろ。あれ、吹き飛ばしろ。あ、できんか。お、避けた。オッケーオッケー。雷撃とう。ほっ、いいっすね。20連チャンで撃て。よっしゃー、いけ。あ、避けた。あっと、8は大丈夫。オッケーオッケーオッケー。避けて避けて。雷、あ、意味不明。やばい。よいしょ。あ、よいしょ。カメラ撃てー。もう一丁もう一丁もう一丁。あー終わった。くそー。オッケーオッケー。2連勝。素晴らしい。強いじゃないっすか。てってりー。最後は誰？ラガラルさん。
8時出します、頑張ってねと。ララガル、あーこれがディノか、なるほど。スエゾーと合体してんのかな、スエゾー混ざりかこれは。よし、ちょっとね操作になれなあかんな。撃て、あーまずい、大丈夫大丈夫、このいて、尻尾、後ろで戦いたいね、技持ってないから向こうは。雷18いいんじゃないですか、命中高いもんね。よいしょ、腕、よっしゃー、オッケーオッケー、続けてもう一丁、サンキュー、もう、あもう一回、よいしょー勝てるんちゃうこれ、入ったやろもう。ああか、あキックやっちゃった。オッケーオッケー、戻れ、離れ。で、雷勝った !KO! サンキュー、まあ、さすがに勝てるか。E ランクは。素晴らしい、葉っぱ隊頑張ったぞ。やった戦士の優勝、いやーよかったよかった。お金も稼いでくれた、サンキュー。あ人気もそうか、上がるのね、9上がりました、ありがとうございます。優勝おめでとう、上のグレードに上がったよと。やったわ、よく頑張ったね、褒めてあげる、もちろん。イエーイ、やったわ、すごく嬉しかったみたい、おねだりとかまだないか、オッケー。今月のやったの餌はどれにしようか、まあお肉やるかね、頑張ったし、イエス。ん、書き留めですのでサインお願いします。あこのランク上がったやつか、はい確かに、では失礼と。あ巻き、え何これ、巻きもんちゃうんか、びっくりした、巻きもんかもと。あ認定書なんか雑いな、はい、初段に認定されました。素晴らしい。ランクのないブリーダーはまだ一人前じゃないってことなんだよ。だからノリさんもやっとブリーダーらしくなれたってわけ。で、初段からランクを上げていって、名人になるのがブリーダーみんなの夢なんだ。私たちも頑張ろうね。よっしゃ、頑張りましょう。はい、じゃあもう今回はこんな感じで終わろうと思います。ちょっとね、グダグダして申し訳なかったですが、まあ、次がもうちょいサクサクと、はい、育成というか、はい、やっていけたらなと思っております。ご視聴ありがとうございました。コメントやいいねもらえたら嬉しいです。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。バイバーイ。